ナオトラ殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。貴様、この後に及んでとぼけるつもりか。な、とぼけるなどと滅相もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか。貴様、確かに我ら武田と伊の間に戦がありました。しかしこれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、戦を取ってきやがって。これ以上好きにさせるか。ナオトラ様の涙は枯れ果てた。その思い、お言葉まで分かるものか。拳と拳で組み合う、それでも私は負けないがな。拳での勝負ならば、それはそれで望むところ。私の計算によると、ザビーランドの年間パスポートはちっともお得ではない。で、お前は何人入信させたのですか、宗茂。こけ脅しか。ふん、蹴散らしてやる。実は、私には宗茂様の心の声が聞こえています。あら、お前も魅力だ。一気にぶっ倒すぞ。ああ、武田の盛況も舐められちまったもんだね。真田忍び隊、迎え撃て。はっ。お宅の相手してる場合じゃないんだよね。誰にして帰ってくんないかな。さて、お前たち、楽しい忍び仕事のお時間だ。俺様結構忙しいんだけどね。うちら今結構忙しいんだけど、お宅空気読めてる？私の約束の人は、お前たち武田との戦の最中、お前たちの、お前たちのせいで。それは、いな、たとえそうであろうとも、この雪村、甲斐武田の留守を任された身、負けるわけにはいかない。俺様に勝てそうだとか思ってない？まぶっちまった。すまねえ、大将。真田が消えた。どこへ行った。出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。宗茂様の周りには小動物が集まります。これくらいなんだ。ナオトラ様のしごきに比べたら。宗茂様がある日突然家出しないか心配です。その態度、その目つき、女ごとしか侮っているな。待て、話せばわかるような気がする。わし、ジャンボザビーに向いてないと思うんだよ。さすがの太刀筋、ぜひ手前とお手合わせを。ちょ、もうすんごい怖かったんですけど。クラチなケダモノめ、そんなに返り討ちにされたいか。参られた以上、無傷でお返しはできませぬ。外周一色、皆このまま押し切ろうぞ。お前なんかにいいの男衆をバカにされる言われはない。この人の旦那さんとは良い酒が飲めそうだな。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。見てくれたか。なでしこ隊がやられたなら俺たちでかなうわけがねえ。モノども、ここで力を示すが誠の中心ぞ。ダメだよあんたら、ナオトラ様を波の武将とか思っちゃ。ほう、
り合うときは絶対に構成させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。ヒル、それがしを追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。息の休みのように、ただ前に前に前に。教師エサビーはただのバビー。みんな、サスケ、すまない。俺が不甲斐ないばかりに、いざとなれば十二門戦にて相打つ覚悟。者ども守れ、今こそ門扉を塞ぐ岩をとならん。無敵士、雷霧の音がうるさくて祈りに集中できません。ええ、敗れたからといってザビー教に入っていただく必要は。ザビー教、愛の幸福コロのその4、金運上昇風味のザビー印超本革ゼニーレ。褒めてほしいのならこの一兆倍頑張りなさい。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申す。雪村様、侵略すること火のごとく震えているこの雪村の熱き魂が、今こそ吠えよ虎の魂。立花殿、ぜひ真剣勝負してお手合わせ願いたきよし。手前に手前も魅力なく一気にぶっ倒すぞ。異存はござりませぬゆえ、いざ。こよりすなわち決死は見事は、この雪村負けて食いなし。我が忠義を大地に敗れ。たとえ道家とそしられようとも、手前の在りかはすでに定まっているのです。でも、ソーリン様には伝わんないんだろうな。もう